アロハこんにちは、 DJ ソライズメロージャム TV キングダムハーツユニオンクロスやっていきたいと思います。はい、今回もですねガチャ動画お届けしたいと思ってます。前回のですねキングダムハーツ3ソラですねゲット動画見ていただいた皆様ありがとうございます。今回はですねまたガチャを引いていきたいと思うんですけど、今回僕が狙うのはキングダムハーツ3こちらですね、カイリ狙っていきたいと思います。それではカイリ行ってみましょうか。あと3日間なのでね、ここで引いていきたいと思います。ちょっと粘ってました。ではまずは10円10ドロー、モグちゃんお願いします。まあ一発目で出てもいいんですけどね、頼みますよモグちゃん、いい引きをお願いします。いでよカイリ、ホロイモア、長い間待たせてごめんね。どうなんだろう、強いのかな、エアリスプラプラどうなんでしょうか。あんま使ったことないな、使ってみて初めて見た。 OK、 まずは10連。 OK、 それでは20連目いってみましょうか。カイリ頼むぜ、おっしゃ頼むぜモグちゃん、いい引きお願いします。モグちゃんホロイムは絆だ、絆だ、なんだろう、なんかパッピンとこないな。OK、 OK、 20連目、それでは30連目いきましょうか。30連目いきます。モグちゃん頼みます。いでよカイリ、くせホロイムは、お前たちに負けることはない、お前たちに負けることはない。うん、これなんだろう、ゼムナス、ゼムナス、これ新しいやつでしたっけ、ちょっと覚えてないな。では40連目いきましょうか。いくぜモグちゃん頼むぜ、カイリ見てよカイリ、レッツゴー。興味ないね、興味ないね、クラウド様だ、ティファタン出てほしいんですけどね、これよく出るな、ウサちゃんめっちゃ出るんですけど、ヤングツヤノート、これもよく出ますね。で、ではでは行きましょう。頼むぜ、50ドロー目。頼むぜ、カイリちゃん出てほしい。カイリちゃん、カモン出てくれ。ホロインは、カモン。心のつながりが、お前の切り伏せる。ティファ出た。やった。守るから。守るから。やばい、ティファ好き。ティファ出てくれた、素晴らしい、いいんじゃないですか、ちょっと嬉しい。 OK、 じゃああとはカイリだけですね。カイリ出てくれ頼むぜモグちゃん、ティファはいただいた、あとはカイリ、いでよホロイムは、空を信じ、お前が存在する限り、ていうかこれあれじゃないですか、空を信じよう。リクが出た、ちょっと待って、リクが出た、これも出るんだ、当たりじゃないですか。これ何？ベントス。ゼムラス B。嬉しい。まさかの、リク出た。リク回さないどこうと思ったんですよね。でもジュエルが余ったら回そうかなと思ったんですけど、多分10連するほどの、残らないかなと思って。空とカイリだけに絞ろうと思ったんですけど、まさかのリク出ましたね。オッケー、ってことはあとはカイリ出るだけですね。頼むぜモグちゃん、いでよカイリ、ホロイムは、感動の長い愛、親友に触るな、ちょっと待って、空も出た空も出た、お待たせ、お待たせ、てか空も出た、お待たせ、バカ野郎、待ってるのはあれ、このセフィロス持ってないやつか、
セブン出るっすね。じゃあもう一回、え、これ何連目覚えてない、何連目、何連目だ、これ出ますよね表示、あと3回。じゃあ70連回したのか、80連目、いくぜモグタン。あとは帰り、欲しいのが思いつかないんだよな、なんかあるかな、いでよ。お前たちに負けることはない。お、ナミレだ、あ、エルサ、マスターマザファキンゼアノートまた出た、これめっちゃ出るな、ナミネ嬉しいっすね、ナミネマジで嬉しい。90連目、90連目いきましょうか、いくぜ、モグタソモグタソ、確定分かな、もしかして頼むぜ、ほら今ビデオ回、お待たせ、感動の再会だ、感動の再会、3枚目じゃないですか、お待たせお待たせ、出るね、ミューラシってこれもめっちゃ出るってことは、確定分10回目ですね、これ次が確定分ラストワンですね。じゃあ行きましょう、カイリはそう簡単に出さないぞということでしたね。モグタン最後いいの引いてくれ、頼む、カイリはもうゲットは確定、確定枠、あとはいいガチャかぶりなし、いでよホロイマ、私も諦めないよ、出た、その身に刻め、クラウド、あれこれも結構いいやつじゃないですか、新しいやつじゃないですか、マスターエラクース曲げ、若いのも出てきた、これもいっぱい持ってるんだよな、私も諦めないよ、私も諦めないよ、出た、私も諦めないよ、いただきました、カエリ様、よっしゃってことで、今回 DJ ソーラーズメロージャム TV キングダムハーツユニオンクロス、カエリ確定分天井でゲットすることができました。今回の10回分10ドローであれですね、まあ、リクもゲットして空が2枚出ましたね、まあ、これうまく活用していきたいなと思うんですが、今後もキングダム初ユニオンクロス、動画はちょっと上げる頻度少ないんですけど毎日一応やってはいます。はい、でダークロードを、ダークロードの方がやってますね、どちらかというと、ダークロードのガチャ動画 FF7 クラウドとかも狙っていきたいなと思ってるので、ユニオンクロスとダークロード合わせて見ていただけると嬉しいです。そう思ってキングダムハーツとは別にファイナルファンタジーもすごい好きなので、ファイナルファンタジーレコードキーパーというゲーム実況毎日コンスタントにアップしているので、興味ある方はそちらの方を覗いてくれたら嬉しいです。そう思ってチャンネル登録していただけますとモチベーションアップにつながりますので、皆さんよろしくお願いします。 DJ ソーラーズメロージャム TV、 名前だけでも覚えていってください。ご視聴ありがとうございました。サンキューマハロー。